強制ハッキング攻撃推奨早急な離脱。久しぶりだな、ミノ。いや、今はエーテルと呼ぶべき。懐かしい。私たちのような概念情報にとって時間は意味がない。それでも君たちの部隊を全滅させたことは印象に残っている。ヨルハ部隊アタッカーにも正式採用されるヨルハのために生み出されるステッチの実験部隊。うるさい。私たちは殺せない。なんだ。敵の論理学習機能を利用して弱点を形成する。全然わからない。日本のヨルハ機体エーテルの学習機能。うるさい。敵の論理思考回路をインタラクトして演算遅延を発生させる作戦。つまりどうするんだ。敵を破壊してはいけない。は？敵が一定数一定時間存在することがこの作戦の必要条件。なんだそれ。敵自我データ飽和率 30%。 面白い。敵自我データ飽和率 60%。 人類が残したアンドロイドだ。まるで人類になりたいかのように振る舞う。エイリアンが残した機械生命体がまるで人類になりたいかのように振る舞う。私たちは見ている。だがネットワーク化された私たちの方が圧倒的に優れている。予測防衛機構による敵の論理進化。愚かなアンドロイド、なぜ抗うのか。死を受け入れるこここそ全ての終末ではないのか。敵
ラデータ飽和率 90%。 私たちは一つであり複数でもある。私たちは有限であると同時に有限である。私たちこそ完成された精神のありようなのだ。予測、生命の多様性を学習。ああ、見える、光が。私たちは進む、この先に、未来に。敵自我データ飽和率 100%。 予測、敵自我が分裂を開始。私たちにはトーパーズが必要だ。このアンドロイドをこの先に置けば、さらなる困難が私たちに訪れる。その問題を乗り越えることで、私たちはより一層の進化を遂げるだろう。賛同しない。このアンドロイドは危険だ。この場で破壊してしまう必要がある。私たちの勝利を疑う者は敵だ。勝てると思っているのか。なんだ。報告、飽和した自我が相互に逃走を開始。まるで人類みたいだな。なんでまだ動けるんだ。推測、デイサーバーの残存データによる。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは喋ってるんだ。報告、敵の過去記憶の入出。
た。信じてた。信じてた。信じて。
器は不明、何かの資材にする可能性。資材？何を作るんだ。不明。捧げる。
はアンドロイド、君たちはアンドロイド、私たちは敵同士、戦うにね、君はなぜ生存するのか、僕はなぜ存在するのか。ああ光が見える、光よ、僕たちは空に飛ぶんだ。